ぶりかしらね。お店にこんなに商品が並ぶなんて。街に活気が戻ってきたな。ほら新入り、とっとと運ばねえか。ただいま。これまでの借りの分もしっかり働いてもらうぞ。っとこりゃ二代目失礼しやした。親父、もう大丈夫なのかよ。ああ、おかげでな。まだくたばってらんねえ。生に奪われた大金を分配して町もまた潤ってきたとこだ。だな。あ、そういや、資材の手配済ませておいたぜ。もう気が利くじゃねえか。なあ、パルテティオ、ちょっと話さねえか。なんだよ、話してるじゃねえか。いいからいいから、ちょっと来いよ。この土地に来てからもう16年か。何もねえとこから始めて、大きくなったり小さくなったり。ああ、いろいろあった親父。ロックの親父さんは？ロックのことは俺は知らん。俺らを見捨てた男だ。面も見たくねえ。お前は前を向いてろ。未来があるんだ。この町には収まらねえ。もっとでかい未来がな。親父、この町はもう心配ねえ。兄貴、パルテティオ兄貴。兄貴、お前はこんな小さな町に収まる器じゃねえ。だからとっととどっか行っちまえ。俺はこの町でずっと育った。でも外の世界への興味は正直ずっとあった。ロックのおやっさんが言っちまったあの日から。ここに留まったことは一遍も後悔してねえ。でも思い知った、貧しいってことの辛さをな。兄貴、ここはなんとか良くなったけど、きっとまだどっかに貧しい思いをしてる奴がいる。そいつらを救ってやりてえんだ。商売は儲けるだけじゃねえ。その理由が肝心だ。よく言いやがった、息子よ。親父、お前はもうひよっこじゃねえ。一発の商人だ。この
町を大きくしたみてえに貧しい奴らを救ってこい。サンデロックに見せつけてやれ。今とっとと行け、パルテティオ。町は俺らに任せろ。ああ、俺らが絶対守ります。心配しないでくれ、兄貴。兄貴、信じるぜ。みんながそう言うならな。俺、行ってくるわ。世界中の貧しい奴らを救ってくんぜ。これからよろしく頼むぜ。